はい、ということで録画を始めた途端うなくれねになってるキャラがおります。はい、あなたの声届いたぞ、頑張れ頑張れ。怖い怖い。もうねえなあ、これがうわ壮絶だな。でもね、もうボスのライフがね、見ての通りあとね8分の1ぐらいなんでね、クリアはできるかなと思うんだけどね。なのでこれでもう倒す、倒れてくれ。よっしゃ、うわきつかった、よだれが出るほどきつかった。もうすごいよ、名誉の戦死を遂げました的な。記録13分だよクリア。あー疲れた、やりた。ということでね、ちょっと解説するとね、私は実は一度ね、攻略を試みましたが、もう全く歯が立ちませんでした。でその後ね、実は今ね YouTube ライブもラジオライブというのを同時進行で今実はやりながらね、この動画を撮っているんですが、そこにね、来てくださっている常連の方からね、今回のレベル150のボスの弱点はこれですよと、でね、ボスの弱点の見方はこうすれば見れるんですよとかね、いろいろね、手取り足取り親切にね、教えてくださる友達の、まあ、常連の方がねいらっしゃってね、その方のアドバイスをもとにね、武器を入れ替えて、あとねキャラもね、見直したりしてね、そのパーティーを見直したりして、今回再戦してね、なかなか長丁場にはなったあの全回復ポーションを2回3回飲むっていうことあったんだけどね、もう一旦はね、もうソロはやめてマルチの動画撮ろうかっていう話を最初してたんですよね。でもね、諦めずにね、ソロをやったらね、満身創痍ではありましたがね、なんとかクリアすることができたんでね、いやこれはね、なんかもう間違ってもね、私一人の力ではなくね、うちのチャンネルに来てくださった、そしてゲームの中でもね、いつも楽しく遊んでくださってるね、お友達の方の力あってのね、クリアかなということはね、お伝えしたいなと思いつつね、今回のなかなかハードなね、ソロ攻略、初見攻略と動画ということではあったんですがね、なんとかクリアできましたよということをお伝えして、動画の方はおしまいとさせていただきます。まあね、はっきり言って今後じゃあソロで倒せる見通しが立ったから今後もこのソロをやるかって言ったらね、まあやらないでしょうね。やるとしたらね、マルチでやるかな。やっぱソロとマルチだと、ソロってのはね、一応4体キャラクターは出場はするんだけど、操作できるから1体しかいないんで、実情やっぱソロプレイはソロプレイなんだね。だからでマルチプレイに4つ以下が入る云々ってことを抜きにしてもね、やっぱマルチの方が何かとね、その敵のねターゲッティングっていうんですか、敵がターゲットを取ってくるのもね、分散4人いればね、プレイヤーが4人いれば分散するっていうのもあるんで、やはりマルチの方が何かと難易度は下がるかなというのは下がるかなというのもありますしね、もうソロは割とこれでもうお腹いっぱいかなということをお伝えしつつね、改めてね、いつもね、うちのライブラジオライブにねコメントをくださる常連の方にも感謝の言葉を、ここでね、述べつつね、ではまた一度都合のいい日にお会いしましょうということでございます。ご視聴ありがとうございました。ライブはまた続きます。ぜひねこの動画をご覧になっている方ね、ライブにも遊びに来てくださいね、皆様のコメントあっての、皆様のアクセスあっての、ラジオライブであり、チャンネルだなということをお伝えして、ではまたいつか都合のいい日にお会いしましょう。それではまた。いやー、やりきった。攻略プレイ時間十数分っていうのはね、あんまり今まで記憶ないですからね。はい、ということでした。頑張った。あー、プラチナコインがやっぱこんだけ鬼畜な目にあったからね、プラチナコインが美味しい。コストボーナスもついてたね。この1回でプラチナコインが3枚もらえたことは喜ばしいんだけど、ただね、もうちょっとリピートはないかな、これはこれだったらね、さすがにね、いつもの勝手知ったるクエストの方がね、効率は間違いなくいい。でまあ記念にはなりましたけどね。